ワールドカップアジア地区最終予選に向けた日本代表壮行試合ジョモカップ97、最後の調整に入っている日本代表は今夜まさに力試し、 J リーグ外国籍選手選抜ワールドドリームズと激突します。舞台は埼玉県浦和駒場スタジアム、満員のサポーター、ファンが見守る中での壮行試合、あと10日と迫ったアジア最終予選へと日本代表を送り出そうとしています。この試合の解説は清水秀彦さん、そして田島幸三さんのダブル解説で日本代表の試合の模様をお伝えしてまいります。お二人どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてまず日本代表のフォーメーション、気になるこの布陣をチェックしてみたいんですが、清水さん、はい、3-5-2、ディフェンダー3人、ミッドフィールド5人できました。そうですね、まあ、トップも1トップではなく2トップと、はい、まあ、得点ということを考えてのシステムだと思います、はい、これはあの合宿の中でも練習してきたことですね。そうですね、あの合宿でも盛んにやってましたから、はい、やはりここで試してみようということだと思います。カズがですね、やっぱりちょっと膝の具合もありまして大事を取ってスターティングメンバーから外れておりますが、はい、両ウィングバック奈良橋相馬という形になりましたが、非常に攻撃的な選手ですしね、トップはあのカズ中心にやってきましたが、いろんな試しでいいんじゃないですか、コンビネーション、はい、今日もまたいろんな選手が出てくるという形になりますかね。そうですね、右サイドもね、このいろんな選手、西田だとか、そして三浦敦も右で使おうかというような、ね、話もありまして、どんな選手がこの最終テストで出てくるのか楽しみであります。ご覧のように今日は合宿に参加しました28人全員が試合を望むという形になりました。さあフランスに向けてジョモカップ97、今キックオフです。左側、画面の左にエンドを取りました日本代表、ブルーのユニフォーム、白いパンツ、一方のワールドドリームズ、 J リーグが誇ります外国籍選手の選抜チーム、ワールドドリームズは白にオレンジのパンツです。さてまずは日本代表攻め込んでいこうというところ、この時期にですね、ジョモカップワールドドリームズとの対戦ということになりましたけれども、はい、いよいよ10日後には9月7日ウズベキスタンありますわけですね。そうですね、これに向けてどんな試合をするかというところ、まずはその日本代表スターティングイレブンを改めてご覧いただきます。まずはゴールキーパー若き守護神川口義勝、そしてディフェンダー日本代表の顔井原雅美、帰ってきたストッパー小村範夫、鬼神の表情秋田豊、そしてミッドフィールド右のウィングバック駆け上がる弾丸奈良橋明、左は頭脳派ウィングバック相馬直樹、攻撃の起点ボランチは日本代表の心臓山口元博、オフェンシブハーフは世界への水先案内人中田秀俊、そしてカモジャパンのダブル司令塔となります七海博士、フォワードは最前線で頼れる男高木拓也と鋭い得点感覚開花しましたジョー庄司です。さあワールドドリームズのフリーキック、これは一旦後ろに戻しました。日本代表サイドに大きく切れ込んでくることができるかワールドドリームズ、今回はこの日本代表壮行試合ということで小田城監督も、まあ、いろんな攻撃をして日本代表の壮行試合にふさわしいような、ね、実りのあるものにしたいと話しておりましたが、日本のサブのメンバーはずらりと並んでおります。それ以外のメンバーはすべて今日はベンチで出番を待っています。ずらっと並んだ17人のサブのメンバーです。今日の試合の後、現在28人の代表候補の中から9月7日10日後ウズベキスタン戦に臨む18人が決定されることになっております。そして日本代表監督就任から2年9ヶ月集大成の最終予選まであと10日、タモシュー監督です。日本代表左サイドから斜めから中、高木拓也がドリブルで持ち込む、右に振る奈良橋が来るがここはカット。今日のこのワールドドリームズも、まあ、仮想ウズベキスタンというよりはちょっと戦い方が違うかなという感じがするんですが ね、 タイプとしては違うと思いますけどね、ただ本当世界的というか、まあ、世界のトップレベルのチームには間違いないですね、はい、さあまずはエジューソンが切れ込んでいきました。トップにはエジューソンとそしてエムボマが待っています。最初のコーナーキックはワールドドリームズ、コーナーキックへの対処はどうでしょうか。アウドが蹴ります。前では中田が仁王立ち、その中田の頭を越えていく、ヘッドでクリア、しかしまだボールが生きている、ロングシュート、これは遥かにバーの上を越えていきました、カルロスのシュート。さてワールドドリームズ外国籍選手選抜のスターティングイレブンです。ゴールキーパーは帰ってきたジルマール、ディフェンダーに移ります、ベルディの
ジェウ、そしてグランパスのトーレス、そしてレッズの赤い壁ブフバルトの3バックです。ミッドフィールド、レイソルのバウディール、そしてパープルサンガのカルロス、ジェフのスコルテン、フリューゲルスのサンパイユ、そしてグランパスのバウドが背番号10です。フォワードに移りましょう。 J リーグ得点トップレイソルのエジウソン、そして不屈の獅子ガンバのウンボネです。ご覧のような強力なメンバーが揃いました。そしてサブのメンバーはご覧の通り、ゴールキーパーには地元レッズの久志土田が入っております。ワールドクラスのメンバーが揃った豪華なドリームチーム、監督はフリューゲルスのウタシリオ監督が務めてくれております。このウタシリオ監督も日本代表のことを思った試合運びがある程度できればいいなというような昨日のパーティーで話してくれました。この試合が終わりますと10日後、9月7日いよいよアジア地区最終予選、フランスへと続く道が始まるわけですけれども、ウズベキスタン、加茂監督の頭の中ではもうもちろんこのウズベキスタン戦の構想があると思うんですけれども、そうでしょうね、相手のディフェンシブに来ますので、それに対するやり方、はい、それとメンバーもうほぼ固まっていると思います、はい、その中で今回、清水さん異例ともいえる、ね、28人という大量のメンバーを揃えて合宿に入ったわけですけど、はい、これはどんな風にご覧になっていますか。予選自体が長丁場ですから、2ヶ月間ありますから、はい、さあ中田からいい球が奈良橋センタリング、中田どうか、ヘッドでクリア、なんとかワールドドリームスクリアしています。はい、いろんなメンバーを試しておいて長丁場ということがあるわけです。戦術的なものも教えておくと、覚えさせておくと、今のうちに すぐ変わった場合でも違和感ないようにしておくという意味で集めたと思うんですけどね。その中でこの試合が終わりますと18人が静岡で行われます最終の合宿に臨んで、いよいよ9月7日に向かうということになります、はい、今の中田からの右サイドへの展開というのは田島さん、いや素晴らしいですね、はい、彼今の本当に中盤からですねスルーパス、中田本当に頑張って出してますよね、あの辺奈良からもですね、左サイドを崩せればもっといい展開になると思うんですけどね。奈良橋の上がりを待つような形でぐーっと溜めてね、ディフェンダーを引きつけてからポンと叩きました。そうですね、3バックでやってますからリベロがいるんで、奈良橋、相馬の辺躊躇なく上がっていいと思いますね、はい、そのあたりも今日の 3-5-2 というシステム、ミッドフィールドに5人の選手がいます。その分両ウィングバックは上がりやすくなっているという日本代表。この 3-5-2 で行くのか、それとも4バック4人のミッドフィールド、そして2トップ 4-4-2 で行くのか、この辺まだちょっと気になるんですけれどもね。そうですね、さあこれゴール前出ている、川口飛び出しています。ナイスセーブですね。ナイスセーブ。この川口がオリンピック代表の時にも何度となく日本のゴールを守ってまいりました。そして日本代表ついにこのA 代表にまで上り詰めました川口、さすがにワールドクラスの守備を見せてくれています。エジウソンがドリブルで入っていくが、ここは井原がガツンと一発、体を張って守ります。こういった厳しいプレーも最終予選では必要になってきます。気合入ってますね。この気合のもうほとんど体ごとぶつけていきました、はい、ファールにはなりましたけれども、止めなきゃいけない場面というのも出てきますからね。そうですね、エジウソンが入れ込んでいきました。ここはフリーキック、ワールドドリームス2度目の大きなチャンスを掴んでいます。バウドが蹴りますか、いろんな人蹴れますからね、背中がバウド、向こう側にカルロス、カルロスです。左足強烈ですからね。エンドの伸びる、はい、バウドが蹴った、これもいいコース、素晴らしいキャッチですよ。難しいボールですよね。今日はですね、この J リーグが誇りますワールドドリームス、本当にね勝つの大変だと思うんですけども、日本代表。そうですね、ただ向井監督は、このゲームでやっぱ得点ってことをしてほしいんですよね。点を取る、点を取るってことをやってほしいと思うんですよ。と言いますと、やはりブラジル戦でも、はい、やはり、これからの予選に向けてやっぱ点を取れないっていうことを指摘されてますよね、はい、ですからこのゲームでやはり得点をしてまた自信をつけると、ぜひ得点してほしいと思うんですよね。そういった意味ではこの司令塔中田七海あたりから今の相馬、そして右の奈良橋、このあたりをうまく使ってサイドから攻撃を仕掛けたい日本代表。まずはしかしさっきいい形を作りましたんで、そうですね、本当に素晴らしい、ああいう形をどんどん見たいですよね、はい、中盤では5人います。このあたり日本代表がボールをキープ、大きく小村にサイドチェンジ、小村が足の故障から戻ってまいりました。
5月の韓国戦ヒヤッとしましたけれども、この最終予選の前には間に合いました。大村範夫、日本が誇るこのストッパー、ヘディングも強いです。日本コールが前半始まってまだほとんど時間が経っておりませんけれども、大きなコールが響き渡っております。このスタジアム、大村のヘッドクリア、そして井原が後ろを向いて周りをよく見てボールをコントロール、前に送る。ジョーがかなり後ろのサイドまで来ています。そして中田、前を見て奈良橋を使うところですが、ここはちょっと短かった。いいと思いますよ、ああいう裏をどん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 積極的に狙うっていうのですね、いい形で今日は七海と中田がポジションチェンジして右に左に大きく使ってますね。そうですね、七海のフリーキック、もう一度七海、中を使います。山口もいい位置に待っています。そして七海か中田、これは通らない。エジューソンも随分戻って、ディフェンスに回っております。そして今のがサンパイオ、三原がよく動きます。102試合という A マッチ出場の、この100試合を超えるというのは本当に世界ではないですね、なかなかそういう選手いませんからね、世界で今29番手あたりまで上がってきております。サンパイオドリブル、いいパス、エンドまで合いません。しかし早いですよ、早いですね、もらってからの、本当にこのエボアクラスをきちっと抑えれるのであればね、アジア予選も僕は問題ないと思うんですけどね。カメルーン代表のエンボマ、この早かったですね、このボールをもらってこの後がですね、トラップしてからもうベストのポジションまで来ますからね、さあ前半の10分を経過して2度目のコーナーキック、ここは蹴らない、大中田チャンスですよ、さあドリブルで前に持ち上がっていきます。まだドリブルで耐えている、一旦振る、ジョーがちょっと前に行けない、回転してジョー自身が前を狙ってほしいですね、今どんどん今ね、ちょっと後ろに気がいってましたね、そしたら後ろがどんどん上がってきますからね、今みたいな時には、はい、奈良橋がクロスのボールを上げる、高いのヘッドに上がる、特にウズベキスタン、カザフスタンの戦を考えますとね、はい、かなりディフェンシブに来るときに高木がですね、はい、ああいう形でハイボールを勝てるようにこう慣れとかないとですね、はい、中田のロングシュートは右に切れております。日本代表ジョンカップ97、前半始まって10分、依然として0対0、両チーム得点がありません。9月7日アジア地区最終予選まであと10日となりました。ウズベキスタン戦に向けてジョンカップ97走行試合に臨んでおります日本代表、今日は相手はワールドドリームス、 J リーグの外国籍選手の選抜チームです。ブッフバルトからサンパイオ、この辺の顔ぶれを見てもね、各国の代表ですからね、そうですね、この代表クラスを切り崩して得点することができれば大きくこのフランスへの道が近づくことになります。奈良橋、奈良美、ジョーが前にいます。右サイド、ラインにはふわりと出しますが奈良橋には合いません。今の狙いはでもちょっと面白かったですね。そうですね、奈良橋の動きをよく 見てましたよね、はい、ジョーが意外性という意味では今みたいに中に入っていくというところ、はい、ウィングバックはですね、なるほどね、必要だと思いますよ。ジョーが外でウィングバックが中に切れ込んでいく、はい、そういうパターンも必要だと思います。さまざまなパターンを試してきましたこのジャパンですけれども、また最終予選の直線にいいプレーが出ます。この辺りのボール、とにかくこの鴨監督は早い段階で前線でカットして攻撃に移したいんだということを最初から言ってましたね。長坂さんですからね、はい、あくまでそのベンチのアクリル越しに見た鴨監督のジェスチャーから想像なんですけれども、今みたいなシーンでもそのボールを今山口が奪ってからのその攻めへの切り替えね、それからその2列目の押し上げ、はい、そのあたりをかなりこの試合でも重視しているように見えました、はい、今日は両軍のベンチリポートをフジテレビの青島達也アナウンサーが担当してくれます。さあまずはゆっくりとディフェンスラインでボールを回しております。ここからどう持っていくか、アルジェルから長いパス、エンボマが最後で速い、川口もいい判断で前に出ました。この
辺のやっぱり前に出るかどうかというところも、まあ、中央アジア勢は、ね、大きくて速い選手というのがいますからね。いますね。でカウンターアタック本当にうまいですからね。ロングボール、カウンターアタック、この辺ですよね、注意するのは。おっと、アルジェンがこれはミスしている。そこを突く。アジオが切れ込んでいけない。しかし、ナナミの右も左もあります。ちょっと雑なプレーということになるんでしょうか。まあ、あれぐらいこう強いボールで出さないとこう繋がらないでしょうね。特にあのナナミはこの試合に向けてもやっぱりカウンターされないような、カウンターアタックされないようにダイレクトで速い中盤でのパス回しをしたいと話してましたね。ありがとうございますよ。さあ高井が抜けた。ゴール前。上段もインが良かったですけどね。もう少し角度のあるボールを戻したかったですね。まあ、あのいつもあのカズと高木、カズとジョーっていうのはカズを中心としたこうトップでやってきましたからね。ここに来てカズがいないこの2人がこうコンビネーションを試すっていうのはいい機会だと思いますよね。この福島で行われました代表の合宿の中で三浦和義、カズがですね、左膝そして右膝両方ともに、まあ、味方の選手にぶつかってちょっと痛めてしまいました、はい、ウズベキスタンに向けて今日はスターティングイレブンから外れているわけですけども、あちょっと笑顔も見えてますね。前半の15分を経過しておりますが、今日は任された2トップ、超高木、どんなパフォーマンスを見せるか。ワールドドリームズのスローイン、この辺の動くカルロス、素晴らしいターンですよね。すごいですね。そしてスコルテン、ロングシュート、これはバーの上を聞こえております。ジョムカップ97、この試合はフランスへと続く道となっております。依然として日本代表得点することができません。前半の15分を過ぎております。この時間帯でややワールドドリームスに中盤を支配されつつあった日本代表ですが、ここは粘っている。いい展開ですね。中田、右に左へと動きます。そしてジョー、中には高木、外側には相馬、一旦戻します。三原から山口、前へです。ああ速いボールですね。今もあの2本続けて山口、素晴らしいプレーですよね。よく前の状況を見ておいてですね、はい、もうワンタッチで出してますからね。この山口から中田、この辺のパス回しが非常に強烈でスピーディーです。中盤から今度は長いボール、中田から左の相馬、追いついている。まだボールは生きているが、ここはワールドドリームズ、ね、やっぱり試合をプッと自分のペースに戻しますね。サイドやったことのない選手がワールドドリームスはサイドやってますんでね。しかしそれでもいいプレーが出ます。それがワールドドリームス。そのワールドドリームスに対します日本代表、井原から山口、この山口から攻撃の起点が始まります。七海から前のジョー、そして一旦戻して左サイド、相馬がここまで上がってきていました。右足でコントロール、高木、一旦戻す中田、どう展開していくか。大きく右に叩く、奈良橋ダイレクトセンタリングですが、これはゴールキーパージルマール、久しぶりにこのジョムカップのために来日してくれましたジルマールがキャッチ。サンパイを切り返す。長坂さん、はい、どうぞ。今の日本代表の攻撃のシーンのところで鴨監督立ち上がりました、でその前の攻撃のところで岡田コーチの鋭い声でシュートシュートというね劇があったんですよ。つまりとにかく遠くからでも打ってフィニッシュしていけという、はい、そういうことなんだと思いますけどね。特に引き気味で守るチームに対しては。切り返して左、もう一度切り返した。あ、これは最後のシュートまでは持っていけませんけれども、ものすごい切り返しでした。エジューソンらしいですよね。現在 J リーグの得点王、そしてこれがスコルテン。しかしあまりにも切り返し鋭くて味方選手もやっぱり足が止まっちゃいましたね。
いや今青島さんのリポートですけれどもね、やっぱりフィニッシュで終えたいですね。あ、まだチャンスが続いている。あのボールの次は非常にテンポよくて、はい、ダイレクト2タッチぐらいでうまいことボールを動かしてるんですよね、はい、でいい形になったんですけども、さっき田島君も言ったけども、ジョークにしてもやはりシュートを打つってことがね、ストライカーにとって必要だと思うんですよね。今そのあたり鴨監督テクニカルエリア最前方で、ね、ジョーにもね指示を送ってましたね。レジューさんが非常にいい動きを見せました。すでに汗で額のあたりがうっすらと光っておりますけれども、この日本代表最後の壮行試合でいい経験をして出てってほしいというような声も聞かれました。ワールドドリームスです。ブーフバルトのスローイン、そしてバウドヘッド、あ、これは奪った。さあ高木、早くサポートしてほしいですね。ジョーが近くまで来ていますけれども、さすがに赤い壁ブーフバルト、このボールを外に蹴り出しております。サポート遅いですよね、ちょっとね、今のプレーに限らず、その押し上げもっと早くしていかないと厚みのある攻撃できないと思いますね。キャプテンマン井原から相馬、危ないでしょ、ちょっと短いエディーソンのカット、この辺りのボールコントロールさすがであります。早いです。大村が出た、もう一度大村、笛が鳴りました。これは日本代表のボールです。しかしあの意図的にあのドリームスの方があのカウンターアタック仕掛けてきてくれてますよね。あ、やっぱりそれは仮想打つべき、まあ、それを意識したかどうか分かりませんけど、非常にロングパス多いですし、逆に本当に代表にとってはいいあれじゃないですかね。そうですね。太田志良監督はできればそういった意味合いの試合展開もしたいなというふうに話していましたけれども、はい、あのフルゲンス自体いつも早い割と攻撃してますからね、そういう意味では変わらないのかもしれませんけれども、ありがたいことだと思いますよ。それは前半の21分をすでに経過しております。依然として両チーム0対0、日本代表がなんとかシュートでフィニッシュという思惑が鴨監督の中にありそうです。そして長坂さんね、はい、今バックラインでボール回してたでしょう、はい、あそこでとにかく止まるなというまた岡田コーチの声が飛びましたね。これは手島さん、止まるなというのはあのボールどんどん動かせっていうことだと思いますね。あの前の方を見てボールと、あ、早いですね、中に折り返す、小村がクリア。今でもボールを持ってからの最初の一歩、ものすごい速いものがありました。さすがにカメルーン代表、3試合でこの予選4得点を叩き出しておりますエンボマ。すでにカメルーンはワールドカップフランス大会への出場を決めております。バウドが右に叩く、一旦戻します。サンパイオ、ブラジル代表、ここに、なかなか絡んでいきますが、これはボール続いております。ゲームフォア続いています。山口、上がれというような声、ここも止まっちゃダメだという劇です。ジョーのヘッドには合いません。相手のディフェンスがきちんと整う前にどんどんこうボールを動かして攻めていけって、そういうことだと思いますね。今の山口もジェスチャーで分かりましたね、もどかしそうに前へというような感じでしたから、そういう意味ではまさにその鴨監督の頭の中にはこれはもう次のウズベキスタン戦、その辺が頭に入って、もちろん当然なんですけども、まあ、その中でこの壮行試合あと10日と迫った中でこのメンバーを選んだというのはやはり意味はあるんでしょうね。そうですね、もちろん、はい、かなりこのメンバーがスタメンが近いんじゃないですか。そういうことになりますよね。七海から前の奈良橋、これはちょっと長い、七海のレフティーから繰り出されたパスでありますけれども、これはジルマールへと直接届きます。しかし先ほど田島さん言ったけど、このエジューソンとエンボワの2トップを抑えられたら、これはもうまず大丈夫ですよね。そうですね、このスピードとこの高さ、どこでも来いって感じですね。そうですね。バウド一つまたいで一旦戻します。カルロス、サンパイオに戻します。そしてアルジェ、この辺りもボールを回して、これはどうなんでしょう、日本代表のプレッシャーがあって中に入れさせないんでしょうか。逆に今みたいなパス出させちゃいけないですね、ここは止めたかったですね、あのこういうちょっとディフェンシブで当たらないっていう、こういうトレーニングした方がいいと思うんですよ、はい、でこの後早くですね、斜めのドリブル、これ早く追いついてね、追い越さない、なかなか斜め
対0という無得点の試合が続いております。ジョモカップ97、あと10日に迫りました。日本代表アジア最終予選まであと10日です。日本代表壮行試合ワールドドリームスとの対戦は前半の25分を過ぎております。依然として両チーム得点がありませんが、やはり何かワールドドリームスにもてあそばれているようなゴール前のシーンが多いんですが、こう見て本当にいかに個人の力がね、はい、大切かなっていうのは、アブフバルトが来ていましたが、ここは奈良橋カット、まあ、彼らも一瞬トレーニングしたことないわけなのに、やはり個人技ですよね。やはりね、その個人の戦術の高さっていうのはやっぱ見れますよね。ブッフバルトが上がってきた。しかし奈良橋カット、コーナーキック、早くも3つ目ワールドドリームス。サイドを崩されないことは気をつけなきゃいけませんね、このチーム日本代表。外からのヘッド、これはカットして、ここからの攻撃、今は簡単に蹴り出してしまいました。もう一度ワールドドリームス、逆サイドのバウド、ヘッドでカットして中田に回っていく。ここから七海がどうか抜けるか、小田さんについている。ディフェンスよく知ってますよね、七海が左足だって知ってるから、もう右へ右へ、右へね。でも逆にウズベキスタンやチームもそうやってくると思うんですよね、そういうのスカウティングしてきますから、研究はできてるんですよね。今の追い方なんか非常によく研究してるなっていうのを感じましたね。あそこに後ろに中田がいましたんで、中田を使っても良かった場面ですか。どんどん早く、そういう意味で早く動かせってことでしょうね、はい、1人が持つのではなく、ちょっと持たされてるってイメージになっちゃってますからね、今こういうところでもそうですね。完全に詰めるんじゃなくて2メートルぐらいの間を置いてふっと立たれてる、うまいですね、ですよね。ただそれに怖がって出ていかないとやっぱボール繋がりませんからね。そうですね。遠藤からさあ中にバウド、危ないですよ、サンドルですよ、ここから早い、ちょっと合わなかった、まだボールは生きている。バウドが今度右に振る、ロングシュート、これはフィッティング、原口ナイスセーブ。バウディールが遠くから打っていきました。これ得意ですね、自分にチャンスが回ってくるとこのロングシュートが出てきます。しかし川口余裕を持ったフィスティング、まだまだ今のは見えてましたね。レイソンのバウディールの後を、今のスコルテンのちょっと今のマークがずれてたんですかね、ゴール前でしたけれども怖かったですね今ね。もう一度ご覧ください。はい、これマークずれて後ろから出てきてるんですけど、マークしてる人がちょっとね、マークしてませんでしたね。エンボマにちょっと目を奪われましたね。ジェフのスコルテン、この人もヘッドがあります。ディフェンスの選手たち自身もそのあたりよく分かってたようでして、三原を中心に秋田、奈良橋がもう一度そのあたりマークの確認をしながらそれぞれのポジションを散っていきました。声出てましたか。そうですね、はい、このあたりのボールを早くグラウンドにつけたい。しかしドリームスがボールを取るか、高木、そして七海、左足で奈良橋、後ろに回り込む七海、しかし中に送る、ジョーのヘッドの向こう側。もうちょっとね、前で崩してえぐった状態でやっぱクロスボール入れたいですね。あそこだと真正直すぎてやはりなかなか勝てませんからね。両サイドもかなり深い位置から戻すような、どういう形の方がいいし、それでなければ相手が薄い時に低いアーリークロスを入れてあげる、どっちかでしょうね。この辺りはボールが宙に浮いたまま、ジョーがトラップできるか、ゴール前、アルジュここは守ります。やや何かこう自分自身にもどかしいんでしょうか、苦笑いも見せましたジョーです。まもなく試合が30分というところですけれども、はい、この辺はもうトイレ行かないっていうような指示出てるんでしょうね。あまり前からこうプレッシャーかけてませんよね、一、ね、回引けという形ですね、引いてカウンターを狙えっていう、そういうあれだと思いますね。はい、あいい切り返し、エンボマから前に送る、エジューソン、エンボマのスーパープレーが飛び出しております。さすがにワールドドリームス、依然としてしかし両チーム得点することはできておりません。前半の30分を過ぎて0対0です。ワールドドリームスのエジューソンのバネとスピード、この辺りがもう
存分出ているというような試合展開になっております。前半の30分を経過して日本代表の壮行試合ワールドドリームス J リーグの外国籍選手の選抜チームとの対戦は依然として無得点です。サポーターも大きな声、そして声を枯らさんまでに応援を送り続けておりますが、なかなか日本代表その声援に応えることができません。やはりシュートまでなかなかいけないですよね。相手がかなりレベルが高い選手たちばかりですからね、難しいと思うんですけども、前早くしろっていうことは多分指示出てると思いますね、はい、その辺山口のプレーなんかよくわかりますよね。そうですね、ただ他の選手ちょっと遅いですね、ボール前につなぐのは。バウンド、そしてスコルテンふわっと浮かしたゴールだ、トラップして落ち着いている、最後はもう一度最後のところで小村守ってくれますからね、頼もしい存在ですよね。しかしこれもスコルテンからエンボマ、ここでまだ見えてます。よかったのは右足に行ってくれたってことですね。あ、そうですね、うん、得意の左足だったら強烈なのが来ましたんでね。カメルーンの代表のエンボマ、これで4回目のコーナーキックになりますが5本目です。バウド胸で落とす、中田が詰めます、これはどうか、オフサイドフラッグが上がっていない、ゴール前まだボールが生きている、危ないシーンが続きます日本代表。アルジェウが一旦右にはたく、この辺りも多彩です。わりかしディフェンスラインたくさんいるんだけども、そのディフェンスラインのサイドの裏が疲れちゃってるんですよ ね、 ますね。先ほどから左の奥、そして右の奥、この辺でのボールが多いですね、うんうん、もう少しボールへのプレッシャーきちっとかけた方がいいですね。そうそうですね、ブラジル戦でもそういう形で失点しましたし、はい、特に3-5-2のシステムを取ったときにやっぱりこの 4-4-2 に比べてサイドのディフェンスが急に甘くなるような印象があるんですよ。本来はそうあっちゃいけないんですけど、同じなんですけどね、どっちの同じにしても攻撃的にディフェンシブ両方できると思うんですけど、はい、ちょっと今清水さんおっしゃったようにサイドを崩されすぎですね。その辺りをあと10日、修正してウズベキスタンに臨むことができるか。鴨監督がご覧のようにこれで2回目になりますかね、最前列まで一番前まで来てじっと戦況を見つめております。ただこの1週間10日前にあまり調子いいっていうのはね、なんとなく心配になるもんですからね。そういう意味でここで本当にいろんな課題をね、整理するいい試合にしてほしいんですけどね。なるほど、何か今岡田コーチでしょうか、言葉を交わしておりました。ここですね、さあ中田、アウトにかけて、面白いボールだったんですけれども上にはちょっと届きませんでした。意図的に引いてるんであればやはりマイボールになった時にもっと早く飛び出さないといけないですね。そこからの展開のスピードをもっと早めないといけないですね、はいはい、ということはもう非常に孤立した状態が続けちゃうとやはりシュートだとか分厚い攻撃ですねにはなりませんからね。ダイレクトでつなごうというような意思はあるんですけれども、なかなか正確さでしょうか。ブーソンからこの辺まで駆け上がってまいりました。ガウディール選手なんて多分右サイドバックなんかやったことないと思うんですけども、やはりあれだけ積極的に裏っ側に出てきますからね、ボールがつながった瞬間には。6本目のコーナーキック、ワールドドリームス今度は右のコーナー、そのガウディールがカーブをかける。まだありますよこれ、マーキングしっかりしないと。今度はいいボール、高木がヘッドでクリア、守りに回ります。もう一度コーナーキックになりました。続けざまのコーナーキックはワールドドリームス7本目、バウドが向かいます。元ブラジル代表のバウド、長いボール、苦しい時間帯ということになるんでしょうか。ずっと相手チームの攻撃が続きます日本代表。前半の残りも10分というところになりました、あとは時間帯を決めて例えば前からプレッシャーをかけてボールを取りに行くとかそういうのも試してほしいですね。多分後輩の努力変えてくるとは思いますけどね、はい、
まあ、この今のリズムを切るためにも ね、 そうですね、何かをしないとこのままずるずる押し込まれたままの状態続きますからね。岡田主審の長いホイッスルが駒場スタジアムに響き渡っております。ご覧のような主審副審ジョムカップ97、今年で3回目になりますが、今年は日本代表とワールドドリームスの対戦ということになりました。スコルテンのふわりと浮かした、おーっと生きている、アルジェウが狙っていました。長坂さん、その回に、日本代表ですけども3人ばかりがウォーミングアップを始めていますね。あ、そうですか。すぐ投入ということではないかもしれませんが、はい、西澤とそれから初代表ということになりますね、中西英介、はい、そして三浦篤弘とこの3人が今、ベンチの横のところでウォーミングアップに入っています。もしかしたら両サイド本当ですね、あとはゴールキーパー、控えキーパーの奈良崎もですね、はい、キーパーコーチのマリオコーチと一緒にですね、別のところでウォーミングアップに入っています。そうですか。まあ、奈良崎もですね、1回ぐらいはこのピッチに立っておいた方がいいかなというような気持ちもありますが、そうですね、出てた方がいいですね、いいですね。これからもう本戦、この予選がいよいよ始まるわけですけれども、その前にこの壮行試合で一度ね、代表のユニフォームでピッチに立っておく、そういった経験も必要ではないかというようなこともあります。まあ、何が起きるか分かりませんからね、はい、川口が全部いけるかどうかというのは保証はないですからね。ありません、はい、ご覧のように奈良崎がマリオコーチの指導のもとアップを入念に行っております。奈良崎のスローイン、城がコントロールしきれません。一つにはジョー・高木のところできちっとまだキープできてませんよね。そうですね、ですからそこにきちっと当ててとこうキープしてつないでいく。斜めから前のボール、しかしまだボールは生きているか。コーナーキックを取りました、日本代表。初めてですね、今の飛び込み、この高木の飛び込みがコーナーキックを呼び込みました。ここまで追っていきます。高木も数多くの怪我に悩まされ続けましたけれども、日本代表の座、このポジションにまた戻ってきてくれました。いや、なくてならない選手ですよね、やっぱり頼りになりますよね、前線にいるだけで。さあコーナーキック、もう一度取ります。高木、尾村、秋田、この辺がヘッドがありますが、そうですね、特にあのディフェンシブに来るチームに関してこういうリスタート、コーナーキックやフリーキック、これで点取るっていうのは大事なことですからね。そうですね、そんなたくさんのチャンスは、ね、できませんからね。流れも何がぐーっと中に入ってくる、このボールどちらが奪うか、バウンドが奪いそうです。ワールドドリームス、そしてエデューソン、ブッフバルト前に送ります。もう一度エデューソン、バウンドか。エジューソンは本当に前後によく動きます。井原が奪う、そしてジョーが持つ、ここは長いホイッスル、日本代表ボール、早いリスタート、中田が前を見る、相馬を使って七海が外側か、折り返す、あ、しかしトーレスの目の前にボールが行ってしまいました。素晴らしかったですけどね、ランプのね、このプレーはね、相馬の外側に七海が行って折り返すというプレー、ああいう風にこうゴールライン、近くまで切り崩してほしいっていうのがね、はい、あそこからのクロスボールっていうのはもうそんなに大きさ関係ありませんから ね、 そうですね、飛び込むところですからね。もう山口からの柔らかいボールでしたが、これはブフバルトらしいですね、らしいスライディングタックルですよ ね、 ブフバルトの足に引っかかります。右サイドを上がっていくワールドドリームス、中田のポイント、これは空振りでしたが、すごい回転でした。なんとかクリアできるか、日本代表落ち着けたい奈良橋、しかしまたボールを奪います。カルロスが中へ送る、ヘッドでもう一度エンボバカ、オーバーヘッドを自らワントラップの後、しかし川口の正面です。前半の残り5分という時間帯になりまして、一気にワールドドリームスの攻撃が加速し始めております。このプレー、先ほどのオーバーヘッドの
失敗を何かこうやり直しで、ちゃんと小さい時から勝手にもボールで集めたんでしょうね。もう何でもできますね。はい、もうボールは本当に友達なんでしょうね。山口から前ですよ。中田、そして奈良美、左足で前を送る。山頂、しますけどね、もちろん、ね、あのインステップで狙ってると思うんですけどね、はい、もうちょっと落ち着いてやってよかったと思いますけどね。しっかりと蹴ることも必要だったということですか。まあ、隅を狙ってね、もうその強い球でもなくていいから、キーパーをよく見て流し込めばよかったっていう感じも受けましたね。ただその前の奈良美君のスルーパスはもう素晴らしかったですよ。素晴らしいですね。驚異的なスルーパスでしたね。理解し続けですよね、これでね。まさにビューティフル。レフティーから素晴らしい球が出ました奈良美。相馬が中を見る。必死にカバーリングに回りました。サンパイオから一旦戻します。そのサンパイオがドリブルで、あ、抜けてしまった、抜けてしまった。なんとか、あ、これも、あ、合わなかった。助かりました。エンボマに合わなかった。それが助かったところ、秋田の裏側に出ましたんでヒヤッとしました。もう一度組み立てる。前向いてほしいですね、みたいな時。わりかしこのバウル選手が空いちゃうんですね、中盤も。いつもフリーなんだな。エジューソン、やりたい放題。そしてバウドに戻す。中に、あ、今もまたを抜いて、さあバウドのシュート。よく反応しました川口。さあ前の選手もうまいですよ、今ね。股をね、くぐらしました。これです。振り浮かしてね、素晴らしいんですね。コース、ゴールマウスからちょっと外れておりましたけれども、川口ギリギリのところでなんとかセーブしているというところ。10本目のコーナーキック、ワールドドリームスです。エジューソン、これはどんなボールを蹴りますか。ぐっと曲げてくる。中田、中田を追い抜いて、この後早く出てってほしいんですよね。高木が蹴る。高木が前に行く。城が外に開いている。サイド、相馬が後ろにオーバーラップ。その相馬、ワンタッチ、ジルマール、キープから、さあ早い攻撃に移行していきますが、これはちょっと遠いかなかった。しかし今は理想的な攻撃パターン、ワンタッチ。そして高木のヘッド、あと10センチ。いい攻撃パターンをこの前半の終了間際に見せております、はい、日本代表。リズム掴んでますよね今。このリズムの中で得点を欲しい。欲しいですね本当に。三原が前に出る。ふわりと浮かせる。城の向こう側、アルジェウが体を入れて、このボールをゴールキックに変えます。44分、前半残り1分を切っております。果たしてこの壮行試合で何を掴んでアジアの最終予選に臨むのか日本代表。そのためには非常に大きな相手の胸を借りているという状況になっております。各国の代表選手、元代表選手目白押しのワールドドリームス。この中で得点を奪えるか。スコルテンから一旦戻すアルジェ、そしてサンパイオ。名前を呼んでるだけでもね、ワクワクする選手がいっぱい出てきますけれども、バウドからエンボモが前に牽制しています。このキープ力、エジューソン。この人にはもうなんか、かかともつま先も関係なくどこでもボールをコントロールできますね。現在 J リーグの得点を20点を挙げております。早いですけども、はい、そのコース取り非常にいいですね。日本コールが響き渡る中、今前半45分を回りました。あ、ここでホイッスルが鳴っております。日本代表壮行試合、ワールドドリームスとの対戦は前半終わって0対0、両チーム無得点に終わっております。
The road to France Jumbo Cup 97、ね、はい、今回2トップこのジョー高木というところがあったわけですけども、西澤の背中が見えます。どうやら西澤、うん、そして三浦敦弘、この初選出になりました三浦あたりが、初めてこの日本代表のユニフォームで試合に臨むということになるわけですね。大幅にメンバー交代になりま す、ね、彼が入ることでサイドバック彼右も左も多分できると思います、はい、いつも左でやってますけれども今回の合宿では両方試したそうですね。あ、そうですね。大島さん、大幅なメンバーチェンジという声が聞こえましたが、キーパー奈良崎やはり入りますね。そうですが、はい、奈良崎の姿も見えました。さすがにいよいよ最終予選だなというような雰囲気が漂ってまいりました。日本代表のアジア最終予選向けての壮行試合、ワールドドリームスを迎えての対戦、いろんな選手が飛び出してまいりました。この中で果たしてフランスへ連れて行ってくれるのは誰なんでしょうか。この試合が終わりますと18人のウズベキスタン戦、まずはこの予選初戦のメンバー18人が決まります。まもなく後半のキックオフ、ワールドドリームスに日本代表どんな試合をしてくれるんでしょうか。さあ今キックオフです。後半に入りました。前半は攻められた日本代表、後半は大きくメンバーチェンジを行ってまいりました。まずフォワードに高木に変えて西澤を継ぎ込んでまいりました。中盤はかなり前線からプレッシャーかけてますよね、全く前半と違うやり方今してますね、はい、非常にプレッシャー早いですよ。そうですね、両サイドバックも変えてますし、ね、そして中西と三浦敦弘、はい、サイドバック両方変えてまいりました、はい、中西もこの代表に28人候補に選ばれた時に非常に嬉しそうな表情を見せました。三浦敦弘もね、今キックオフの時に小さく親指を立ててガッツポーズでよしやるぞという気合が見えましたよ。そうですか、ご覧の背番号24番三浦敦弘です。あ、そしてワールドドリームスの方もメンバーチェンジがありそうですね。エムボマの姿が見えませんが、整理してお伝えしてまいりたいと思います。後ほどきちんと分かり次第にお伝えしてまいりたいと思いますが、ワールドドリームストップにエンボマが引っ込んでいるということだけは今確認できました。さあ後半が始まりまして、だいぶ前半とは攻め方が違ってくるのかなという印象で始まりました。中田、そして中西、この中西が代表に新通用さ飛び込ますのかというところで、前の西澤にフラッグが上がっておりました。中西から西澤、このボール、しかしこれがオフサイドポジション、フラッグが上がっておりました。ご覧の27番、こちらが西澤です。そして右サイド、右のウィングバックに中西というメンバーです。長澤さん、ここであの両チームの監督のハーフタイムコメントをご紹介しても大丈夫ですか。まずワールドドリームスの先にご紹介しましょうか。小田尻監督です。立ち上がりは、まあ、このメンバーが慣れていないということもあって、それほど良くなかったんだけれども、慣れてきてからの内容にはとても満足している。それから相手日本代表の動きも良かったというふうに小田尻監督言ってますね。で、後半もこの流れであれば必ず得点に結びつくだろうという、まあ、比較的自信のこう背景にあるコメントと言えるんじゃないでしょうか。まず小田尻監督のコメントです。それからですね、日本代表加茂監督なんですけれども、はい、前半は特に守備の面ではよくゴールキーパーを含めて、守り徹底してやってくれた、検討した相手を抑えたと、残り45分間もしっかり集中を切らさずにやってほしいと、はい、で、とにかくワールドカップ最終予選に臨むにあたってこれが最後のゲームであると、はい、ですので残りの45分11人で力を合わせて全員でサッカーをして試合を終わろうじゃないか、こんな風に選手に呼びかけたそうです。青島さん、はい、守備の面ではというエクスキューズがありましたけれども、攻撃面でのコメントというのは、特に、ね、そのあたりの話は、ね、取材できなかったんですけども、そうですか、言外にですんで、そのあたりはあるいは我々が取材できない部分で何かしらの修正を、はい、あるいはこのメンバーチェンジにそのあたりの意図は出てるんじゃないでしょうか、ね。なるほどね、はい、それともう一つ青島さん、はい、日本代表のイレブンがベンチに戻ってくる時の表情というのはどうでした。それほど良、まあ、くもなく悪くもなくという感じ、そして、いつもですとこんなに外側にパイプ椅子がずらっと並べて、ね、はい、大勢並ぶという光景は珍しいんですけれども、はい、前半なんかは北澤選手とそれからカズが並んで座ってるんですが、はい、ちょっともどかしそうな表情をするシーンも見られましたね。そうですか。でも新代表に選ばれて、候補に選ばれてまだ出ていない。さあ、ここはゴール前、七海が一旦戻す。
西澤ヘッドわずかに届かず。非常に中盤でいい形でボールを奪ってますからね、こういい攻撃につながってますね。多分後半頭プレッシャーをかけろということは出てると、指示が出ると思いますね。なるほどね、はい、最初の5分でとにかく頑張れというような指示もあったかもしれないですね、うん、そうですね。まだ出場を果たしていない代表初候補のパープルサンガの西田選手も比較的リラックスした表情でベンチに座っていますね。そうですか。彼も出てきたらちょっと見てみたいですね。右サイドでね、どんな速さがちょっとつ脳心ぶりをね見たいですね、はい。今日はですね、28人全ての選手がこのベンチにずらりと、ピッチにいない選手も並んでいる17人のメンバーがベンチの横に並んでいるとシーン、こういったシーンが見られるわけですが、とにかくみんなで戦っているんだという感じがいたします。右に外れております。いやもう逆にサイドバックとして課題ですけど、中西君あの辺はもうねきっちり抜かれないようにしとかないと、あまりちょっと簡単でしたね。それもっとご覧の右に西田がいるわけですけれども、渡辺そして下平、この辺りも戦況を見つめております。そういう意味じゃどんどんサブにいますからね、うかうかしてられませんよね。西田が、これはコーナーキックになりそうです。日本代表後半に入って最初のコーナーキック、セレッソ大阪の西澤切れ込んでいきました。そして掴んだコーナーキック、中田が蹴ります。ゴール前、サンパイオがヘッドでクリア。もう一度予選のこう2ヶ月間の中でやはりこうラッキーボーイとかですね、はい、こういうこう乗ってる選手って必要なんですけども、前回ドーハの中山のようにですね、西澤なんかがこういういい形でポンと点を取ってですね、波に乗ってくれるといい気がするんですけどね。西澤のヘッド、これは3敗をとの争いです。もう一度コーナーになります。そうですね、やっぱりそういう何かこう運を持った選手というのが入るとガラッと雰囲気が変わりますよね、そうですね、必要だと思いますね。3本連続のコーナーキックになります。ニアーニアーときました。今度はファーに行く、しかしこれはそのままゴールラインを越えていきました。さてかなりのメンバーが変わったという情報が入ってまいりましたが、奈良崎、中西、三浦、西澤というメンバー4人のメンバーを入れ替えてまいりました。この大会は5人のメンバーまで交代することができることになっております。この切り返し、しかしなんとか中西戻ってこれをクリア、しかしまだいる、危ない危ない。日本代表なんとか守りたい。ジャメーリも後半からピッチに参加しております。好調のこのレイソル勢が非常にいい感じで残っておりました。ジャメーリが前に飛び込んでまいります。ワールドドリームス、これも旗が上がっておりませんでヒヤリとします。ゴールマウスは川口に代わりまして奈良崎が守っております。ここで経験しておくことがアジアの最終予選、そしてフランスへ向けて大きく影響してくることは間違いありません。いいですね、西澤の中盤で簡単ですね、先につなぎましたけども、上が胸で、オーバーヘッドには持ち込めません。そのあたりはアルジェウがずっと間合いを詰めました。オリバも出ているようですね。そうですね、井原が柔らかいボールをゴールキーパーに返します。奈良崎から前へ、サンパイをヘッドで落とす、いいもらい方しますね、ボールを。中西がカット、そして三浦敦、中田がドリブルで前に行く、そして斜めから左へ、これが三浦敦弘、またいでもう一度切り返した。ああしかし今のはホイッスルが鳴るでしょう。彼のいいところ、こういう三浦のいいところはですね、こう前線でこういうドリブルフェイントですよね、フリューゲスでも存分に見せてくれてますけどね、本当にあとディフェンスをきちっとしていけば間違いなくこのポジション取れる選手ですけどね、はい、ヴェルディのアルジェウが思わずファウルをしてしまうというプレーでした。中田と七海、中田が直接狙う、ギルマールパンチング、早いカウンターになるか、ここは中西が
り込んでおります。日本代表のフリーキック外れております。後半に入ってまだ得点することができません。ジョムカップ97、後半10分を経過しております。後半に入って10分ほど経過しております。日本代表ワールドドリームスとの対戦です。後半から両ウィングバック中西と三浦篤弘、この2人の両ウィングバックを変えてまいりましたが、ジェイソンが前に出て、ゴールマウスの左へと流れていきました。今のシーンです。落ち着いてましたよ、長崎。下手に出るよりはですね、はい、角度のないところですから、じっと我慢して打たせましたね。その前 の、 ちょっとオフサイドの、ね、トラップ、最終ラインのコントロールがですね、ちょっと悪かったですね、はい、そうですか。これ2回目ですからね、先ほどもど真ん中だったんですけども、プレッシャーをかけた時ってどうしてもライン上げますから、ね、はい、その時のラインの引き方、そこが中途半端ですとああいう形で起きますから、そうなんですよ、ね、十分気をつけなきゃいけないですよ。だから中途半端とか一か八かっていうのはダメなんですよね、これからは。はい、ダメです。確実にオフサイドトラップも仕掛けていかないといけません。三浦篤弘から中田、ただこの両ウィングワークが変わって動きが見えたのが良くなりました。日本代表です。戦い方が変わりましたよね、はい、前からどんどんプレッシャーをかけていく、鴨さんのサッカーを今やり始めてますからね。後半中田から七海が倒れています。あ、ちょっと顔に入りました。手が入りましたね。さあ短い距離でいいところでフリーキックを取りました。これはチャンスですね。この辺の距離は七海というのがまあ定番ですが、かなり蹴れますよ、このボールですと。三浦の落ちるフリーキックというのも伝わってきております。ふわりと上げてゴールマウスに落ちていくフリーキック、その三浦ぐっと曲がってきましたけれども、これはゴール正面です。ギルマールがしっかりとキャッチしております。まだ見せませんね。まあこういうところで簡単に見せてしまっては、今もう情報がどんどんと流れていくね、世の中ですからね。長坂さん、はい、あ、すみません、はい、どうぞ。フリーキックといえば沢登選手がアップ始めたんで、それだけお伝えしておきましょう。沢登も今回出てきてフリーキック見せてほしいと思いますが、ここはなんとか抑えた秋田。このエジウソンのスピードについていくのがちょっと精一杯というような、ね、感じもありましたが、さあ沢登の姿を捉えました。ワールドカップ94年のアジア最終予選に出場経験を持っております。この代表に復帰しまして、なんとかそのチャンスを生かしたいところ。コーナーキック、ワールドドリームス。ここは日本代表の、あ、ちょっと肘が当たったじゃないかという西澤のアピールです。ちょっとアルジェウとさっきから絡んでますね。そうです、熱くなってます。さてワールドドリームスもメンバーをチェンジしてまいりました。フォワードにバルディビエソが入ります。そしてジャメーリ、バウベル、オリバというサブにいたメンバーが全て出てきたという形になります。あとゴールキーパーの土田がまだ出てきていないという状況になっておりますが、今一人ベンチ裏で黙々とウォーミングアップ、いつでも出られると口元をきっと引き締めてます。今回は浦和レッズの地元駒場スタジアムでの開催ということで、ゴールキーパーの故郷のいないワールドドリームスにレッズの土田の名前が並んでおります。いいですよ、非常に中西いいディフェンスしましたね。変わったこの中西、
そして右側三浦というところはどうですか、動きは。非常に思い切ってやってると思いますね、はい。さあ三浦から井原にボールを渡します。積極的に出てきましたね。出てきましたね。あ、こういうこのプレーがちょっと怖いところ。左サイドの三浦敦弘、そして右サイドの中西、この辺りの両ウィングバック股を抜いた。さあ西澤がゴール前シュート、ディフェンスの壁に当たります。日本代表シュートのチャンスを見せましたけれども得点することができません。アジア最終予選まではあと10日。さあどんなプレーを見せるか。後半の15分をすでに経過しております。日本代表対ワールドドリームズ J リーグの外国籍選手の選抜チーム、15分を経過しておりますが依然として後半0対0、前半後半で得点を両チームとも上げていません。先ほどからエジウソンがですね、右サイドをとにかくこうバックスの裏を突こう突こうというところで出たり入ったり出たり入ったりしているわけですけれども、この辺やっぱりちょっと最終ラインが気にしてますね。そうですね、堤さんもおっしゃいましたけど本当中盤からどんどんプレッシャーかけるようになりましたからね。その分逆にオフサイドトラップというかラインが揃ってますよね、最終ラインが、はい。その一か八かのところはもう今非常にいい狙いをしてますよね、エジューソン。エジューソンがそこに、ね、ついてるんですよね、そのエジューソンが手を挙げて、エジューソンへのパス、ね、ゴール前直接狙うか、一旦折り返してシュート、わずかに左、バウディールの右足。奈良崎も反応しておりましたが今のシーンやはりエジューソンがいいところを狙っています。そしてここは迷わずに折り返すバウディール。この辺がでもちょっとポイントになってきそうですかね、最終予選に向けても。やはり両サイドバックが積極的に出る分だけその裏は必ず空きますからね。ああいうふうにトップがサイドに流れてくると広がるというところというのは十分気をつけなきゃいけないですね。その対処というのは清水さんどうすればいい。はっきりした方がいいと思うんですよ。マンツーまできちっともうついてしまうのか、はい、それをはっきりしないとああいう形が起きると思うんですよね。今のプレーの後マンツーマンでオムラはエジューソンにピタリとついています。言ったと思いますよ多分。あ、そうですね、マンツーマンディフェンスに切り替えたという感じになりました。一旦奈良崎に戻します。エジューソンがスーッと寄っていく長いボール直接ゾーンに合わせようというところですが、ここは中田、中西を使います。あ、ちょっと短い、しかしまだボールが生きている、生きている。長いホイッスルは日本ボール。中西踏ん張りました。ちょっと顔のあたりを抑えております。激しいプレーでした。ここでまだ粘るんです、もう一回粘るんです。そして掴んだフリーキック、岡田慎もよく見ていました。いいところですね、これまた。これからアジア最終予選に向けてこのセットプレーも大きなポイントになります。斜めの左足グッと曲げて、あ、ダイレクトで井原ヘッド、惜しい、西澤初ゴールかというところでしたが、まあ速攻試合ですから A マッチではないですがね、ここで点を上げるか上げないかというのは大きなところ。あ、悔しがっております。今のシーン原のシュートに素晴らしい反応です ね、 そうですね。ジルマールの反応もすごかったが西澤の反応もすごかった。目の前に来たボール、非常にヘディング強いですね、西澤君というのはね。元気ですね、この西澤が何かキーマンになりそうな、そんな雰囲気もしております。リスティングでなんとかクリア。ワールドドリームスのこの白とオレンジの選手が一斉に前線へと駆け上がってきます。まあ、後ろの方でちょっと何か岡田慎もアピールを受けておりますが、今の守りのプレーでジルマールちょっと右手を痛めたのかしら。 そうですか。そのあたりをですね、岡田慎が気にして大丈夫かという確認をしたんだと思います。はい、ありがとうございます。早いリスタート。さあ、そして長坂さん、岡田コーチがですね、はい、予備審判のところに交代用紙を持ってきましたので、それはもしかするとだと思いますがね、沢登りの投入ということになりますか。はい、あ、今背番号21が
ベンチの前に見えました。アルジェウヘ胸で落としてバウディ、ジルマールの腕もどうやら大丈夫なようですが、一旦何かゲームが停滞しているような状況。その中をスーッと上がっていきました。オリバナドリブルで上がって、あ、ゴール前、井原の頭にちょっと当たりました、顔に当たりましたが落ち着いてクリアボール。この辺のスローインも非常に速いです。バルビエソ、奈良崎ががっちりと大事そうにこのボールをキープ。さあここからの攻撃楽しみです。さあすでにボールの方は右サイド、中西がゆっくりゆっくり持ち上がって中田、ここからスッと速くしたい。ゴール前の斜めから左足斜め、もう一度山口から斜め、後ろにはさあ来ています、三浦、いい上がりですよ今のは。折り返してゴール前、誰もいない。長いボール、これはちょっと長すぎました。でも両サイドバック若い選手いいですね、積極的で。そうですね、そうですね、やっぱりあの自分の立場というんですか、ちょっとここでなんとかっていう気持ちもあるんでしょうね。非常にいいですね。沢登りは中田とどうやら変えるようですね。そうですね、七海を残して中田と沢登りがチェンジというオフェンシブハーフになりそうです。すでに沢登りはピッチのすぐ外まで来ています。あとはゲームが一旦止まったところで、さあ今メンバーチェンジ、帰ってきた沢登り、背番号21、この中田に代わってピッチに入ります。4年前の経験は忘れません。沢登り今ピッチに高々と一礼をして入ってまいりました。この表情、田島さん、こういう経験のうまく生かしてほしいですよね。そうですよね。今までの4年前のドーハの経験、そしてその後戦列を離れていた悔しい経験、そして今掴んだチャンス、この経験全てを生かしてほしい。その沢登りがドリブル、やはり今の日本代表にドリブラーがいないなというような声も聞きますが、その辺もこの沢登りが埋めてくれるんじゃないかなという感じもします。そうですね、それとあとやはりあの中田中心に来てましたけれども、彼がダメになる時もあるわけで、そういう意味ではそこのところに変わる選手ですとすればですね、はい、彼みたいなタイプ必要だと思いますね。そしてこの沢登りという選手は今みたいに常に常にボールに絡んできます。何かボールのあるところに沢登りがいる、そんな印象を受けます。いいですよ。さあ山口が奪ってドリブル、あー、これはサンパイオがちょっと手をかけておりましたが、そのまま流した。山口はゴール前、素晴らしいさ、強烈なシュート、ジルマールキャッチ、振り向き様の左足、若い力、プレッシャーがボールの奪い方良かったですね。これです、これすごい、いやいいですね。何かワクワクさせる選手、あと10日に控えましたアジア最終予選の前にワクワクする選手が生まれます。今日も負けていない。ここでホイッスル、さあ長いホイッスル、いい位置で振り切って日本代表、早速サードブルですかね、みたいですね。三浦のキックも見たいですが、やはりここは沢登りに譲りたいか。すでにゴールの前には沢登りです。願ってもない距離と角度ですよね。待望の代表復帰を生かすことができるでしょうか。フリーキックはワールドクラス、七海もいます。七海がまたぐ、沢登り、今2万人大観衆は大きなため息。
このシーンが場内にも映し出されております。本当にねフリーキックは日本一ワールドクラスの足を持っております。長坂さん、はい、元エスパルス監督のビビリの譲りというところですかね。そうですね、いや本当に何かこうドキドキさせるシーンがこの後半に入って日本代表を続けてくれています。いいですねこれのプレッシャー、プレスプレスプレスという声が飛んでました、そうですか、相手が上手いですね、やっぱり上手いですね。エジーソン、エジーソン、そして後ろかバルディビエソのキックはバーの上を越えております。両チーム未だ得点ありません。ジョモカップ日本代表が後半に入って頑張っている。後半の25分を経過しております。日本代表の若い力が何かワールドドリームスから得点を奪ってくれそうな、そんな雰囲気になってまいりました。日本代表の壮行試合、あと10日後にはワールドカップフランス大会に向けてのアジア最終予選が始まります。さあゴール前、ここは守りたい。そしてジョー、ここにですね、そして真波が前に送る。そのジョーに合わせたアルゼウが足を伸ばす。そしてバルディビエソ、この辺は落ち着いています。ゲームも落ち着かせます。そしてここからは早い、エジーソンが振り向き様、前に行こうというところですが、ホイッスルが、長いホイッスルが鳴っています。あー、ちょっとエジーソンの表情も前半とは変わってきました。前半は何かこう嬉しそうに楽しそうにプレーをしておりましたけれども、何かその表情に力強さ、真剣味が増してまいりました。オリバが蹴りますでしょうか。3人選手がつけています。そしてバルディビエソの姿も見えます。ぐーっと下がったところに1人おりますが、オリバが蹴った、長いボール、しかしこれはゴールの左です。長いフリーキックのチャンスをつかみましたワールドドリームスですが、ここは得点することができません。日本代表ワールドドリームス真っ向勝負です。日本代表三浦がゴール前に大きく蹴り込みましたけれども、これはワールドドリームスがカット、そして攻撃を仕掛けていきます。エジューソン、小村がつく、先ほどからマンツーマンに切り替えている日本代表小村、ヒールで流す、そこにはバウディール、そして中に戻しました。サンパイオ、ゴール前壁を厚くする日本代表、中西もピタリとついていく、カットできるか、あー今もよく守りました。バウディールからのゴールネットを揺らしておりますが、その前にオフサイドです。あーでも今のはいいよというバウベルの親指を立てるシーンです。今のシーンですが、この瞬間にオフサイドフラッグが上がっておりました。今の人がいるんで、なるべくボールにはもっと早くプレッシャーかけたいですね。ベンチも今バウディール2番の選手ね、フリーになってたの気にしてましたね。あ、そうですか。もうああいう場合は、もう、マークですからね、中をきちっと固めてマークをするということが大切ですからね。だからあのエジューソンがどうしても大村が引っ張られてて、そうですね、中が空いちゃいますよね。ね、このやや下がったところからの飛び込みが非常にいい西澤。サードボールのパスもいいんですけど、はい、いや素晴らしいヘディングですよね。何かこの復帰組、そして初出場組、この辺りが非常にいいプレーを連発しています。なんとか打つべき球まで残しておいてもいいですけどね。今鴨監督、ゾーンをしっかり作れと大きな声で指示出しています。そうですか。後半に入って今初めてですかね、立ち上がったのだと思いますけどね、自身で声を出すのがこれ初めてになります。後半に入ってすでに30分が経過しております。ちょっとマークが甘いんですよね。どのあたりですか、マーク具体的に。中盤に上がってくる選手とかですね、はい、最終ラインを上がってくる選手のちょっとマークのつき方が甘いですね。最終ラインの3バックの前のスペースがポコッと空いてる時が10番ですよね、はい、そこに繋ぎ込まれてる時が危ないですね。さあゴール前、ワールドドリームス余裕があります。エジューソンが追いかけていって、あこの切り返し、ここは中西がついていきます。あしかしまだボール生きている。いやいい、さらに切り返す、ゴール前持ち込む、どうか、ホイッスルは鳴っていない。
ペースどうしてもマークがずれる空く、この辺352というシステムの中で山口のワンボランチ、この山口の動きによってそういうシーンがちょっと出てくるような気もするんですけれども、そうですね、後半前で前でプレッシャーかけようと中盤選手は意識してますから、はい、なおさらその裏がこう空いてしまうんですよね、ですからあれは最終ラインを少し上げるか、もしくはその山口がもっと残っているかですね、はい、しないといけないと思うんですけどね、どうしても前に後ろに右に左に動きますね、この山口が、その両方山口が一人にこうやらせるのはちょっときついきついって気がしますね、はい、あここもいい上がりを見せました、オリバです、ジャメーリの鋭い上がり、今はイエローじゃないかというようなアピールもありましたが、ここは長いホイッスルだけ、ワールドドリームスのフリーキックに変わります、残り15分をすでに切っています、後半です、ジャメリが非常にいい動き、そしてジューソン、この切り返し、そしてドリブル、しかしここは北の前に送る、そして中西から上がここまで下がっています、長いクロス、これには誰も反応していきません、秋田からこの攻撃は始まっていきましたが、ちょっと前線の反応があまりスピーディーではありませんでした、先ほどゾーンでもっとプレスをという大きな声を出しました鴨州監督、ややちょっと前半とは表情が違ってまいります、ちょっと後半開始早々からですね、はい、プレッシャーかなりかけたんでね、初戦ちょっと疲れてるっていう気がしますね、残り15分を来たところで、まずはきついときじゃないですか、きついときなんですね、この辺がね、ここから本当の勝負なんですよね、ワールドカップ予選、この試合もそうなんですけど、本当最後の最後まで、三浦とガウディールこの争いは日本代表のフリーキック、さあゴール前、さあ上りの柔らかいクロスは通りません、山口やはりちょっと後方で守りの方の意識を強めております、七海、ね、後ろには三浦が回っている、ゴール前に待っているのはジョー、逃げてます、左足ジャストミートせず、その前ファール取りましたね、あ笛が鳴ってましたね、はい、押したってことですかね、ここでのワールドドリームスボールに変わります、 J リーグの外国籍選抜選手、あここでちょっと押してますね、ファールを取られました日本代表、すでにボールの方は動いております、日本の応援団からは大きな声援、大合唱です、右側がずっと空いてますよね、中西が一人ポツンと待っている、そんな状況になっております、ベンチは先ほどから、まあ、すぐ目の前ということもあって、はい、上がれということで三浦篤に対しての指示が多いですね、あそうですか、とにかくこの代表合宿、福島 J ビレッジで行われた合宿中も中西、三浦はとにかく上がれシュートだという声ばかりが響いてたそうですが、持ち味ですからね、それがね、声を枯らして、そして縦に体を使いながら日本代表にエールを送ります、詰めかけましたサポーター、その答え、その声援に答えを出すことができるでしょうか、後半も残り10分を迎えております、まあこれだけの相手に日本代表がまだ失点を許していない、これは大きいことだと思うんですが、そうですね、彼は勝負ですよ、さっき田島君が言ったんですけどね、この疲れの中でここからの勝負がフランスへとつながっていきます、はい、集中力、はい、そして気力、体力、この辺りを切らしてはいけません、その辺の悔しさ、井原もこの辺みんな知ってるはずですからね、そうですよね、井原、沢登り、この辺りのメンバーがあの時の悔しさを何かこうピッチ上でイレブンに送り続けています、ここで粘れるか日本、ジャメリ、はい、どうか、ゴール前でこれも詰めている、
これもクリアしています。あ、そして果敢に追っていく城の姿、これが中西です。そして七海、城も大きな声、そして走り回っている。秋田も守ります。10日後のアジア最終予選に向けて日本代表が本当に何かギリギリのところで力を振り絞っています。バーベルから左に振っていく。エフバルトがここまで上がってクロスのボールを入れていく。低いクロス、三原が反応していきます。キャプテンマーク、黄色いマークが夜空に輝いています。三原雅美、状態の中でやはりちょっと右サイド中西、この辺りを、ね、使えばもっと違ってくるのかなという感じしますが、まあ、たださっき田島さんが言ったように、かなり疲れてますよね、はい、選手たちはもう守るのに精一杯というような印象もありますが、秋田のボール、これはバウベルが飛び込んでいきます。はい、気をつけなきゃいけないですよね。時間、そうですよね、はい、今はタッチを割って、はい、まあ、結果オーライということになるわけですが、はい、中に入った時のことを考えると怖いですね。そうです。上映のボール、アルジェウが前を見て落ち着いてここから組み立てていこうというところ、一旦戻します。ジルマール、低いボール、さあこれはチャンス、ミスターが取った、右に叩いて自ら走り込んでいくが、ジルマール追いついています。やや長かったか、西澤悔しさに顔を歪めます。今のシーンちょっと長かったですかね。そうですね、あのバックスピンはかけてますけどね、狙い良かったですね、やっぱりああやって詰めていれば相手のミスもあるんです。ここはオフサイドフラッグ、あの今最終ラインを上げてですね、こうあの今うまくオフサイドかかりましたけどね、はい、で後半あのコンパクトにこう最終ラインとフォワードラインの差をなくそうと30メーター35メーターにしてますよね、ややあの狭めにして戦ってますね、ハーフウェイを挟んで30メートルほどでしょうか、その中でのプレーということを望んでおります日本代表。これを大切にしてほしいですね。さあやや距離はありますが沢登り、このフリーキックの距離のある時には平野とか、まあ、三浦篤とかいますけれども、沢登り近距離でのフリーキックが多いところですが、ここはやや距離があります。七海もいます。向こう側が七海、そして手前が沢登り、どちらがスタートを切るか。沢登りスタート、ふわっと上げてヘッドで落とす。城が絡んでいこうというところですが一旦戻します。三原です。ゆっくりと組み立てる日本代表の心臓、山口から前のジョー、そして中シュート行ってほしいですね。西澤どうか、うーん、行ってない、ちょっと時間かけすぎですね。今もあのディフェンダーがいるのかなと思って切り返したんですが、勝手にやらしてましたね、ディフェンダーの方は。サッカーを奪えるか、中西、井原からもう一度組み立て直します。七海、左足、いいボールですね、これを右サイド空いてるんですよね。西澤から、ね、その右、中西を使います。入れ込んでいって一旦戻す。シュートはどうか、惜しい、上も飛び込んでいきましたけれどもわずかに及びません。沢登りからの折り返し、七海、そして沢登り、このダイレクトやったらよかったですね。やはりこれですね、こういうところでダイレクトでチャンスを掴んでいく中西、そしてこのリバースアングルから見るシーンです。迷わずに行きました。さあ上りです。後半も残り5分を切っています。一旦奈良崎に戻します。ないでしょう。その中でそのチャンスを生かせるかどうか。そうですね、今度はワールドドリームス、
おっと危ないところ、大丈夫か。でも本当に集中力で、ね、こういうプレー多くなる、これですよね、本当にこういうプレーなくさないといけないですね。これがあのアウェーに行ってこういうプレーが、ね、出るとね、そういうところ疲れるんですよね。サッカーってこういうスポーツなんですけど、こういう大事なワールドカップ予選で出なくていいのにって時出てくるんですよね、こういうところ。もうこの辺ぜひ気をつけてほしいですね。今までそんな選手じゃないのにっていう選手がやっちゃうんですよね。まあそういう海はこの走行試合で全て出して、そして10日後の最終予選に臨んでほしいところ。ゴール前、守れ守れ、奈良崎がっちりキープ。さあもう一度七海から沢登り、ドリブルで上がるか。左にはジョーがいます。三浦はディフェンスに回っておりました。ジョーが切れ込んでいく、倒れているがまだまだあります、まだあります。ここでコーナーキック。さあ41分、まもなく42分になろうというところ。いい時間でコーナーキックのチャンスを取りました、ジョー。沢登りがキッカーです。直接狙うこともできます。西澤を使うことも考えられます。ボールの中央、まだボールが生きている。ここはゴールキックに変わりました。秋田のヘッド、ゴールマウスを開けることはできません。疲れが目立ちます、ジョー。しかしまだ走り回っています。そして前線から今度はディフェンスラインまで大村、秋田が戻ります。井原も構えます。後半の残り2分というところまで来ました。日本はワールドドリーム、このドリームチームからまだ得点を奪われておりません。この豪華なチームから点を奪われないというのも一つ大きな収穫と考えていいですかね。まあ、それはそうですね、はい、まだしかし時間は残っています。ここで集中力を切らしますと失点につながります。ミドルで狙ってきた、どうか、ナイスセーブ、奈良崎もナイスセーブ。川口に負けるな、奈良崎。今のプレッシャーがないといけないですね、このシュートの場面では。バウベルの強烈なシュート、そうですね、あれだけ持たせたら狙いすましてきれいなんですね。コーナーキック、ここも集中していきたいところ。しっかり守らなきゃいけないですよ。バルディビエソのコーナーキック、長いところ、ヘッドで落とす。ゴール前、時間の方が間もなく残り1分、はい、ディフェンスに回っています、はい、とにかく予選を頭に入れてこういう戦いをしなきゃいけませんからね、はい、もちろんそうですね、はい、しっかり守る、0対0で終わらせたら0対0で終わらせる、そうですね、きちっとやらなきゃいけないですよ、残り時間、ロスタイムの計算にはあるでしょうが、とにかく集中を切らさない、それがこの同点で終わる、無失点で終わるという大事な選択につながります。サイボール並み、ちょっと1枚回りましたから、中に入れた、これ足に当たったんですね。あ、そうですね、よくあのジュマールのね、あ、足出しましたよね。ジョーも高かったですね、今ね、非常に高い打点で繰り出しました。ヘッド、悪いヘディングじゃないんですけども ね、 ね、あ、叩きつけてますからね。終盤にかけて集中力切らさず守って、そして攻撃へと向かっていきました。今手元の時計で、あ、ロスタイムに入ったところでホイッスルが鳴りました。日本0対0、日本代表、このアジア最終予選に向けた走行試合、ワールドドリームスから無失点、0対0で試合を終えています。あ、今、あ、なんですかね、今のさん、3回チャンスあったよ、そういうことでしょうね。西澤がしかし大きな収穫があったと思われます。三原が三浦とがっちり握手、鴨監督、あ、早速声を聞きたいですね。それでは鴨監督に伺います。今日の試合を振り返りまして、全体的にその得た点、収穫、そして課題、まあ、そんな難しいことたくさん聞かれても答えられないですよ今、まあ、
後半はだいぶ良くなったと思いますね。それぞれ特徴が出たと思うんですよね。投入した選手についても、まあ、合格点、投入した選手についても合格点ということで、さあどうかね。さあ本番もあと10日後になりました。サポーター、テレビご覧の皆さんにちょっと一言からお願いします。力いっぱい、頑張ってやります。ぜひお願いします。ご声援お願いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。鴨監督でした。はい、というコメントを聞いて清水さん、はい、まあ、言ったとおりだと思います。後半は良くなったと思いますし、出た選手も非常にいい特徴を出したと思いますよ本当に、はい、それがまあやっぱり今日の収録でしょう。七海のパスも効いてました。そして後半から出たこの中西、そして三浦、今画面の左に歩いていく選手ですが、この辺りもね、いい動きを見せました。それで田島さん、何といっても嬉しかったのがこの西澤です。27番。そうですね、まあ彼なんかやってもらえなくて困りますよね。最終予選まであと10日ですが、9月7日ウズベキスタン戦、田島さんどんなことを期待したいですか。もうまずここにベストに持ってきてるわけで、そういう意味では今日それほどまあ全部パーフェクトに良かったわけじゃないんで、逆に僕はホッとしてますね、はい、ウズベキスタン戦に逆に 100% 力出してくれると思いますよ選手たち。そして清水さん、はい、この28人現在いる候補の中から、はい、ウズベキスタン戦に向けて今夜この試合の後18人に絞られますが、そうですね、どんな選手が残るんでしょう。まあ、難しいことなんですけども、まずはコンディションのいい選手、はい、今日出た選手を中心になりながら残った選手は非常に今コンディションのいい選手、はい、そういうことを選考の理由にすると思いますけどもね。ご覧のような日程で日本代表のワールドカップアジア地区の最終予選が行われていきます。まずはその初戦、9月7日10日後東京国立競技場でのウズベキスタン戦、ここですっと勝っていきたいですね。ね、ぜひとも勝ちたいですね、はい、そして11月1日の韓国戦、そして8日のカザフスタン戦、この辺りでフランスへ行けるかどうかというところが決まりそうですね。まあ、本当にあの8試合って長いあれですからね、いいコンディションも保ってですね、やってほしいし、はい、悪い時もあると思うんですけどね、はい、それみんなで本当に